えーとね、FIFA23 でちょっと重要なことに気づいたんで、見てくださいと、これね、試合中の画面じゃないと見れないと思うんだけど、加速のタイプで爆発的って書いてあるやつら、こいつらね、動きがちょっと別格なんで、だから、あの、ペースがあって爆発的ってやつらって、あの、すごいクネ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 あの、ドリブル突破できていくみたいな。例えばこれ、モドリッチが持ってて、だからこの人避けるのがうまいでしょ。他にもペドリとかガピが持ってたかなっていう。 で、この中だと、アザールとか、オドリオソラ、スとからルーカス・バスケス持ってるのか。だからね、これちょっとまあ、えっ、ー、と、この試合中の画面でしか見れないから、まあ見てもらったらわかるんだけど、これ、明らかに動きが違うんだよね、もう。うん。で、モドリッチ。なんかね、くね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 してんだよね。それに比べて、ドリブルトップ向いてないね、明らかに、この控えめ連中は。 うん、まあさすがメンディはね <laughs> もうタッチがね細かい見ててうんあこれ逆になってるということで今回ねこの爆発的ってやつを注目してみてくださいということで終わります